はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はサムネを出しましょう。副賞特集ということで、過去に将来ぶっ壊れになると予想した副賞の答え合わせ、大凶小凶と装飾編ということで、今回はこの二人をやっていこうかなと思います。ということでこちらも見せておきましょう。で、過去にですね、2021年6月、どちらも6月かな、にやった、将来結婚したらぶっ壊れになりそうな副賞を予想しますと、まあ、上の方ですね、そして下の方、将来結婚できたら強そうな鬼嫁を予想しますと、まあ、当時はね、6月ということで、1年前の6月ですよね。まだ MR が実装されていなかったので、花嫁衣装前提のお話になってしまっていますが、まあ、今 MR がもう来ているので、もう MR でのお話に変えさせていただきます。そしてね、この中から MR 化しているといえばこの2人になります。まあ、さっきも見せたサムネになるんですけど、まあ、過去ね、この、過去に、まあ、この右の2つの動画で、まあ、ぶっ壊れになると予想した副賞の答え合わせということで、まあ、この2人のね、答え合わせをやっていきたいと思います。でね、皆さん疑問に思うことがあると思うんですが、まあ、やっぱりもっと強い副賞いるはずだと。まあ、例えば、ナタとか、モガミとかね、ヒミコとか、UR1000だったら、もっと強いのがいたんではないかと。もう、そういうのを予想すればいいんではないかと思われた方もいると思うんですが、まあ、強い副賞をね、まあ、ぶっ壊れになるよって言っても、もう全然面白くないので、動画的にはね。じゃあどうするかってなると、まあ、僕が普段やってる、毎月更新している、まあ、攻略サイトの真似事の動画ですよね。まあ、早見表というものがあるんですけど、まあ、副賞のね、評価をパッと見て、わかるようなものになっているんですが、まあ、そちらの動画に載ったことがない UR1000ですね。まあ、評価に値しなかった UR1000になるんですけど、そちらの中から選んでおります。なので、まあ、普通に考えたら、モガミとか、ナタとか、ヒミコとか、モーリとか、選んだ方が確実なんですけど、ここはあえてね、あえて、弱いところから選ぶっていうコンセプトのもと作った動画でありますんで、まあ、その辺はね、ご了承いただきたいかなと思います。ということで、まずは、今ね、ちょうど再販できている、大凶小凶ですね。まあ、こちらから見ていこうかなと思います。ということで、画像を出しておきましょう。で、スキルですね。まあ、特に詳しくは見ていきません。まあ、普通に、大凶小凶の解説動画とかも昨日出したばっかりかな。なので、まあ、この辺はそっち見ていただければいいかなと思います。まあ、なので、こっちはパパッと見て、動画時間はそこまで長くないようにしたいかなと思います。ということで、大凶小凶は、まず、先ほど言った早見表ですね。その中で MR になって、過去最大評価はどれぐらいなのか、というところで、A 評価が最大でした。今のところね。まあ、将来的にもっと上になるかもしれないし、まあ、普通に考えれば評価っていうのはどんどんね、新しく出てきた副賞に対して下がっていくものなので、まあ、まあ、今のところここがマックスですよということになります。で、もっと上のランクといえば、まあ、殿堂入りがあって、S があって、A があって、B があるっていうところなので、まあ、そこに入れなかった子たちはみんなランク外みたいな形ですね。で、今のところ、大凶小凶は A ランクまでは来ていますよということです。で、スキル構成ですね。スキル1は、まあ、罪悪解除があったりとか、H の、聖護スキル H とかね、あと、影子ですね。こちらも聖護ですね。そして、スキルの2番目。で、聖護解除がついていますよ、ということになります。で、コンテンツの適性は、まあ、対人でしょう。やっぱり、攻撃力を上げるバフは持っていないので、この子ね。なので、対 NPC での適性は低いと思います。そしてですね、当時の僕の予想を踏まえた自己採点は75点となっております。まあ、ほぼ予想通りに近い感じではありましたね。ただ、そのプラスアルファの上積みがほぼなかったっていうところで75点にしています。でね、もう本当に UR1000 の頃のスキルの、そのまま、MR 化したみたいな感じ。まあ、倍率が増えたりとか、まあ、罪悪になったりとか、聖護になったり、まあ、罪悪はないのか。なので、聖護になったりとかが、まあ、ほとんどなので、まあ、ほぼほぼ、思った通りというか、の、上昇しかなかったですよね。で、まあ、追加されたといえば、H の聖護がつきましたよ、ぐらいになるので、まあ、もっと魔改造して、もっと強くなるのかなと思いきや、まあ、そこまで、っていうところでしたね。まあ、早い段階で MR 暴りになったっていうのもありますし、そこまでね、魔改造されている MR 暴っていうのも、ほぼいないんですよね。なので、
まあ、若干ね、MR アバはすごい調整されて今のところ来ているなっていうところもあって、まあ、ぶっ壊れにはなり得なかった。ただ、まあ、今でも普通に上位のランカーさんは使っていたりするので、まあ、そこまで数は多くなかったりしますけど、まあ、普通にデバフ解除とかの選択肢には入ってきていますんで、そこまで弱いわけでもないと、まあ、普通に使える感じかなっていうところですね。なので、まあ、僕の自己採点は75点となっています。で、特に、でまあ、優秀なのが、まあ、影子聖護がね、まあ、そもそも聖護になった時点で優秀っていうところですね。まあ、あとは、まあ、罪悪解除ができるようになった。まあ、ここは使われる点かなと思います。うん、やっぱり罪悪食らったままだとね、どうしても不利になってしまうので、まあ、この罪悪状態を解除できるのは大きいかなと。で、さらに回復もできるっていうところでね、うん、回復もね、まあ、しっかり大凶商機を育てられる人は、まあ、かなりここは使い勝手いいので、まあ、優秀かなと。まあ、あとは、H 聖護で、まあ、その、神髄共鳴スキルの仲間みたいなね、バフになるんですけど、まあ、これがあることによって、まあ、相手のダメージを、まあ、味方もある程度カットできる、まあ、固定値カットなんでそこまで期待はできないんですけど、まあ、ないよりかはマシって感じですね。でさらにバフも守ることができると、まあ、今のところ全消し聖護バフを全消しできる子って一人しかいないので、まあ、しかもね単体攻撃っていうところで、まあ、範囲攻撃の子も一つずつしか消せなかったり、しますんで、まあ、聖護スキルをたくさん貼っておけば、まあ、ランダムになってくれるんで、まあ、守りやすくなると、まあ、特にね影子なんかは守っていきたい聖護にはなりますんで、まあ、そこのねカバーになってくれるかなっていうところもあって H 聖護はまあいいですよね。で影子聖護はまあ優秀ですと。でスキル2で、まあ、80% の確率ではありますけど聖護状態1つ解除できるのもまあ大きいかなと、まあ、ただここは予想通りかな。 H 以外はもうほぼ僕が予想した通りになったんではないかなと思います。ただ本当にプラスアルファで追加されたのが H ぐらいっていうのがまあ残念なところなのかなと。ね、もう欲を言えば攻撃力の上がるバフだったりとか、まあ、何かが欲しかったんですけど、まあ、そういうのもなく、ちょっと苦しいかなと。で、パッシブスキルで特殊なのもらえてるのかって言われると、まあ、普通のステータスパッシブとかしかもらえなかったので、防御面がやや薄いなっていうところで、まあ、影光がね、聖護になって、より強力になったんで、やっぱダメージカットが入ってきたっていうのは大きいんで、まあ、そこで生存能力は大凶消去上がったかなと、うん、は思いますね。なので、耐久面もまあ、そこそこ期待できるサポーターみたいな感じなのかな。まあ、なので、まあ、まとまった感じにはなったかなと思いますが、ぶっ壊れてるかって言われると、またちょっと違うなっていうところで、まあ、今回は75点に、なりました。ということで、大凶消去ですね。大凶消去はこんな感じの自己採点にさせていただきます。そして次ですね。次が、装飾ということで、まあ、若干準備もしていこうかなと思うんですが、まあ、装飾ですね。まあ、装飾ね、やっぱり、スキル。見つつ、まあ、徐々に準備していこうかなと思うんですが、まあ、やっぱ装飾のいいところは、暴走をね、つけられるっていうところで、やっぱりこの暴走をつけられる対象がね、増えていくのかっていうところですよね。まあそこが、結果、この MR になったことでどうなったのかっていうところがやっぱ評価の対象になっていくのかなと思います。ということで、パッパと。ということで、今度は装飾ですね。で、装飾も、まあ、結局はこの暴走につけられる子が、一人しか、まあ、結局は人数が増えなかったっていうところですよね。まあ、そこが非常に残念だったかなと。で、基本的には大凶消去と同じで、もう UR 戦だった頃のスキルが、まあ、本当に倍率が変わったりとか、まあ、罪悪になったり、聖護になったり、まあ、この子も罪悪はないのかな。まあ、聖護になったりとかね、とかで鹿の強化がなかったっていうところが、まあ、ちょっと厳しいかな。で、唯一良かったのが、まあ、あの、知力値防御無視をいただけたっていうところかな。やっぱりこの知力値防御無視があることによって、武将にダメージが通りやすくなったっていうのは、まあ非常に大きいと思います。あとは、霊感聖護というものが、まあ増えてますね。まあこれも神髄共鳴スキルの味方じゃない仲間になるんですけど、まあこれが本当に追加されたぐらいで、もうあとは元々あったような、スキル構成なんですよね。
まあ、そこがまあ残念なところかなと思います。で今回も装飾を見ていくと、早見評過去最大評価は MR になって B がまあ最高だった。まあ、この B になったっていうところは、まあ、やっぱり防御面の弱さですね。まあ、そこはあんまり変わってないかなと。まあ、装飾もともとね、UR1000 の時から、まあ、帽子はまあ全部そうなんですけど、基本的には帽子とか弓っていうのは耐久面が弱くてですね、まあ、その耐久面をどう補っていくかっていう形になったんですけど、このパッシブスキル見て分かる通り、ステータス系しかないんですよね。ということで、まあ、非常に防御面が脆いままの、MR になったっていう形かな。そこがまあ残念なところかなと思います。で、影光とかね、まあ、さっき言った大凶消去みたいな影光があれば、耐久面良、かったんですけど、それもないんですよね。影光もないので、もうしかも防止ということで、で神髄共鳴スキルも、カットとカット、固定カット、固定カットですよね。割合カットがないので、まあ、非常に辛いというところで、まあ、そこまで評価が伸びなかった子かなと思います。で、スキル構成は、スキル1が、まあ、連撃、7回連撃っていうのは、回数は変わってないんですけど、MR からね。まあ、そこに知力値防御無視がついたっていうのは大きいかなと思います。で、暴走が配れる、霊感聖護がついている、まあ、暴走も聖護ですよね。まあ、そこは大きいかなとは思いますね。まあ、暴走聖護っていうのがね、ステータス系もアップできるようになったので、まあ、よりね攻撃力とか、まあ、付加価値のあるステータスが上がるっていうところですよね。まあ、そこが大きいのかなと思います。うん、で霊感聖護もね、悪くはないんですよね。うん、神髄共鳴スキルの仲間なので、まあ、固定値カットにはなるんですけど、カットできて、でなおかつね、他の聖護バフ、まあ、この子で言うと、まあ、暴走を誰かに配って、その暴走をね、簡単に消されないように、まあ、霊感聖護で守ってあげるとかね。うん、そうなると、まあ、聖護がダブルでかかっているので、まあ、大体一つしか、まあ、相手は聖護を消せないので、ランダムでどっちかが消えるっていう形になってきますよね。となると消えない確率が出てくるので、まあ、そういうのは大きいかなと思います。で、あとはスキル2が範囲攻撃と罪悪コピーっていうね、ちょっと変わったスキル持ってるんですけど、この罪悪コピーね。まあ、自分がかかっているデバフ状態と罪悪状態をコピーして敵に付与することができると。そして自分の状態以上は消すことができるので、スキルの後にね。なので、まあ、このコピーっていうのが使いたいんですけど、結局コピー使うまでもなく落ちてしまう防御面の弱さですよね。まあ、結局そこがもったいないかなと、まあ、評価が伸びなかった理由かなと思います。で今来ている帽子でだいたいぶっ壊れっていうか、まあ、強いなっていう部類に入ってきているのはみんな影光持ってる。うん、そうですね、影光持ってるっていうことかな。うん、まあ、もしくは復活とか、まあ、それでも代替は効くので、まあ、復活とかあればよかったんですけど、まあ、装飾はどっちもないっていうところが、まあ、厳しいかな。で、コンテンツ適性は、まあ、一番高いのは対人になるでしょうね。やっぱり、7回連撃っていうのはね、大きいところではあるので、うん、ただ、やっぱり、戦場戦域とかね、ボスに関してはちょっと厳しいかなと。で、あとは暴走がね、ちょっとね、一人しか結局は配れないので、これが二人とかね、三人とか四人とかになってくれればまた評価違ったんですけど、殴りながらサポートもできるっていうところで良かったんですけど、まあ、この暴走に関しては、配れる数は変わらないというところで、まあ、非常に残念だったところですね。で、予想の自己採点は50点ということで、まあ、やっぱり装飾は防御面が課題っていうところで、まあ、僕も UR1000 だった頃には、まあ、防御面しっかりしてもらわないと、まあ、いくら MR になったとしても厳しいよっていう予想はしていたので、うん、なので、まあ、そこが課題だったんですけど、その課題の部分が一個もクリアされていなかったっていうところですね。で、あとはプラス攻撃関係で何かプラスアルファされれば、まあ、かなり良くなるんではないかなとお話ししましたが、まあ、そこはね、知力ダメージもらいましたんで、あ、そこは OK かなとは思います。まあ、本当に防御面ですよね。まあ、そこがもうそのまま、UR1000 のまんまだったので、あ、そこが非常に残念だったところかなと思います。はい、ということで、まあ、今回は、まあ、過去にね、やった動画のね、予想した答え合わせということで、今回は装飾と大凶消去2つやらせていただきました。まあ、大凶消去はね、もともとある程度ね、揃っていたので、まあ、
よくはなるとは思っていましたが、まあ大体ね、そのまんま、プラス、影光がやっぱり聖護になって、まあ影光聖護がそもそも優秀っていうところで、まあそこはありがたかったですね。うん、なので、まああと、プラスアルファでもうちょっとなんかあれば、まあみんなが使うような、うん、もうトップランカーがみんなこぞって使うような子にはなったんじゃないかなと思うんですが、あとちょっと足りなかったかな。まあ現状でもね、やっぱり、他、トップランカーの方たちが使う、まあ、選択肢の一つにはなっているので、まあ十分っちゃ十分なんですけど、まあ欲を言えばもうちょっとあればぶっ壊れ認定されていたかもしれないっていうところですね。で、装飾に関してはやっぱり防御面が課題だったんですけど、まあその課題がクリアされる、されず、結局防御面が弱いままですね。まああとは期待された暴走ですよね。まあこの暴走がどこまで配れるのかっていうところで、まあ条件も条件はつきっぱなしですし、暴走も一人しか配れないと、まあいうところで、まあさほど票が伸びなかったかなと、僕も予想は半分当たって半分外れたみたいな感じですね。まあなので、大凶職が75点、まあ装飾が50点という結果になりました。まあ今後もね、もう MR になっている子たちも、まあ僕が予想した中で、今ますし、まあ、その子たちも含めて、で、まあ、今後ね、どん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 アバター化していくと思いますんで、まあ、僕が予想した中でアバター化した子が来れば、こういう答え合わせ動画どんどん出していきたいと思います。基本的にはね、この動画僕の自己満で終わってしまうので、まあ、そんなね、続けてやっても、まあ、皆さんが面白くないと思うんで、まあ、ちょこちょこやっていけたらなと思います。はい、ということで、チャンネルの登録、Twitter のフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。What's this?